クリス・オドネルはアメリカ合衆国の俳優。イリノイ州、ビトネカ生まれ。七人兄弟の末っ子で、父親はラジオ関連の仕事に就いていた。ドイツ及びアイルランド系。中学時代から高校時代にかけては TV コマーシャルやテレビドラマの配役を務め、1989年にメンドンとリーブのオーディションに合格して映画デビューを果たす。 1992年、戦闘ブウーマン、夢の香りで、名優アルパチーノと共演を果たし、堂々とした演技で、ゴールデングローブ賞最優秀女演団優勝に、ノミネートされ、シカゴ映画批評家協会の新人賞に輝いた。その後も話題作に出演するが、バットマンロビン・ミスター・フリーズの逆襲などが、工業的に失敗し、一時人気が低迷する。 2000年代からはテレビにも出演するようになり、2009年より人気テレビシリーズ NCIS ネイビー犯罪捜査班のスピンオフ作品 NCISLA 極秘潜入捜査班の主人公 G カレン役で人気を博している。1997年に結婚した小学校教師キャロライン・フェントスとの間に5人の子供を設ける。ありがとうございます。